皆さん、こんにちは、えー。おはようございますですね。人生百年時代です。人生百年時代に向けて生き方改革を提唱しているマダムホーです。おはようございます。今日のお話は、あゆうこさんこんにちは、えー。いつも聞いてくださってありがとうございます。で、今日のお話は皆さんにちょっと仕事のこと生き方改革について提唱したいと思います。 私のフェイスブックをご覧になっっくださった方数時間前に書いたんですけれども今多分発売中の、えっと、今2018年4月ですねに発売中の「プレジデントウーマン」の雑誌だと思うんですけれどもそこに大阪のロイヤルホテルで女性として第1号の、えー、まあ出世なさった方 なんか総支配人ぐらいまで行かれた女性の方の記事がありましたそれを読んで私はとっても感動しましたし共感しましたその方はお子さんが小さな時にそのご主人の理解と親御さんの理解ご両親の理解を得てその小さなお子さんをご主人と親に預けてご自身でグアム島ですかね どこかに東南アジアのホテルオープンのための単身赴任をなさったんですね。それがとっても大事なんです。なぜかというと、まあ日本の場合は多くの女性が、働く女性は子供を産んでしまうと、育児もキャリアも家事も全部女性に押し付けられてしまうケースが多いと思うんですね。で、そういった時に、せっかくキャリアのチャンスがあっても、 多くの日本の女性は涙を飲んで子供がまだ小さいからと言って断るることとがあると思いますしかしながらその記事にも彼女書いてますけど子供が小さいからって断ったら多分このチャンスは二度と来ないだろう多分そうだと思いますでやはり日本っていうのはなんだかんだ言いながら男尊女卑の国だと私は思っていますのでその記事にもありましたよね男性だだったらホテルだと そのニューヨークとかのねホテル研修があるのに,に彼女の場合は東南アジアのホテルにしか行かせてもらえなかったそれでも取らなければ二度とそのチャンスは戻ってこなかっただから皆さん分かりますか今のののののの日本の世の中でで結構女女性性キャリアウーマンとかっってできるのはこういった先輩方の女性の 苦労のおかげなんんですこれれを私たちは忘れては忘ていけません先輩方が苦労して道を開いてくださったからこそ今の若いあなたが結構その雇用機会均等法とかね働き方改革とかって言って、まあ、大きな顔していけるのも昔の先輩方の女性の本当に犠牲があったからなんですよ。 で私もそうなんですね海外に来て私も日本人だって結構いつもいい思いしてるんです日本人女性だからということで多くの人が診察にしてくださってますでもこれは私が本に書いたように昔私より前に海外に特にアメリカに来た名もない日本人の人々の地道な努力と犠牲のおかげで今の私があるんですね だからこそ私はアメリカでこうやって日本にいた時よりもずっとずっと豊かで幸せな生活を手に入れましたから次アメリカに出てくるあなた方のために日々努力をしているわけですすなわち背中に常に日の丸を立てて日本人として恥じないだけど舐められないように言うべき時はガツンと言って <laughs> <laughs> ガツンということは言ってだけど常に日本人の美徳正直で誠実で真面目で勤勉で,でそういうご先祖様先人の日本人たちが土かけたことを土組み立て積み立て上げたことを私はやってるわけですそれはこれからアメリカに出てくるあなたのためにやってるわけですねだから皆さんこうなんです あなた一人で頑張っていると思って壁にぶち当たって落ち込むこともあると思いますが実はあなたがやっていることはあなたの子供とか家族のためだけでなく会ったこともない全く知らない同じ日本の同胞またこれから生まれてくる未来の日本人のためにあなたがやっている。 あなたが彼らが次のステップに飛躍するために存在するこれが私たちの存在意義です次の人々未来の人々のために役に立つその道しるべとなるのが私たちが生まれてきた人間としての目的なんですねそういった意味でお金持ちになれない人とか幸せになれない人っていうのは はっっきり言って自己中心だけなんですよこうやって会ったこともない日本の人々のためにとか会ったこともないまだ生まれてもいない日本人の子供のためにこうやって自分が一生懸命日々努力してコツコツやってるとかねそうやってする人は必然的に今はお金がないかもしれないけど必然的に必ずいつかあなたには富と幸せが来ます。それはなぜかというと お天道様が見てるからなんですね。お天道様っていうのも、あなたの宗教によって定義は変わります。キリスト教のあ人だったらイエス様だったり、カトリックの方だったらマリア様だったり、仏教の方だったらお釈迦様だったり、スピリチュアル系の方だったら宇宙とか守護霊とか天使とか、まあ、何でもいいんですけども、今あなたがやっていること、それが自己中じゃなくって、 見知らぬ人のためにあなたがやっているのであればそれは必ず身を結びますしあなたは成功しますだからさっきの「プレジデントウーマン」の雑誌に出ているロイヤルホテルの女性のように自分の家族まあ子供を犠牲にしてって言うんですけどでもね子供は実はお母さんがああやってバリバリやってる方が私は子供のためになると思いますね。 私のママは僕のママはこんなに初めてホテルで初めて海外赴任のオファーをもらってママはそれを成功させたんだみたいな感じなんですけどそうやってやる常に前を向いて常に未来を向いて常に上を向いて言ってください。ということで今日のテーマちょっと前置きが長くなったんですが関連してます。あなたは自自分分がが望望むむ豊かさ自分が望む 幸せを手にするために何年ぐらいだったら我慢できますかということですこれも多くの人が失敗するのはみんなってねその果物の種をまくのと同じで今日種まいたら明日 実がなってお腹いっぱい食べれるとみんな勘違いしてるんですねだから今日種まいて明日になって何も出てこない一週間経っても芽も出てこない一ヶ月経って実がならないみんなもそこで諦めてやめちゃうんですよそうじゃないんですね日本の言葉座にありますよね桃栗三年柿八年だから最低でも桃と栗は三年柿は八年かかるわけです こういったことを私は皆さんに教えたくてうずうずしていてこの8年か10年前に最初の本を出させていただいた時からこうやって普通の人に一般の平均的な日本人の人が平均以上の幸せや豊かさを手にするためのお手伝いをして教えるのが私の目標だったんですね。 でその中でこの今の桃栗く3年かけ8年これは上級コースで教えていますけれど多くの人が勝手にへこんで勝手にあのやめちゃうのは考え方が甘いからですねみんなね夢夢夢夢私はお金持ちになりたい年収1000万欲しいああだこうだって言ってるんですけどやっぱり甘すぎるんですね現実はそうではない 現実はやっぱり茨の道ですし、桃栗3年、柿8年、桃と栗が欲しかったらやっぱり3年待たなきゃいけない。柿だったら8年待たなきゃいけないわけで、やっぱりんだろう、年収1000万とか、なんか。 外国に住みたいとか幸せになりたいっていうのはそれなりに時,時間はかかるんだけど私の時のように25歳で介護貧乏になって初めて貧乏を経験してもうひっちゃかめっちゃか本当に人の3倍3つ仕事を掛け持ちしてやってやっと5年目で私は花が咲いたんですね。まあ、そんな感じでこの世の中には絶対というものはありません。 絶対あなたが成功するっていう保証はないんですが絶対あなたが失敗するっていう保証もないんですよ。全てあなた次第。でそういった意味でこの桃栗さんね年かけ8年、ね、私は上級コースで、えー、行っています。まず1年目は 大,大体体ののここ全体像を知るとということだから美恵子さんさっき美恵子さんとも個別でマンツーマンで30分ウェビナーしたんですけども彼女にも言ったんですまず1年間はゆっくりぼちぼち一歩一歩時間をかけてまずこの全体像を勉強してくださいでそれから次の3年間桃栗く3年3年では、まあ、多分パートタイムのあ美恵子さん あのハートマークありがとうありがとうございますで3年目には多分今のあなたのパートタイムの仕事ぐらいができるかもしれないそしてももくり3年でしょで私の場合は次5年っていうのを言ってるんですね5年っていうのは多分あなたのフルタイムで働いてるぐらいの収入が5年目にできるかもしれないこれはコツコツたゆまの努力をしているっていう大前提ですけどね そして次のかけ8年だから7年目から8年目でようやくあなたが夢と思っているそれがか年収1000万だったりそういうところにとんがっていくんじゃないかなと思っていますそういうことですねそれとあと今日もう一個言いたかったんですけどちょっと長くてごめんなさいそこで大事なことがあの昨日かなマダム・ホーのハピネスメッセージ書きました愛 なんですよ愛,愛は忍耐愛は信じることですねこれはまず私はあなたにしてほしいあなたの自己愛あなたを愛してほしいすなわちあなたが桃栗3年かけ8年で、まあ、8年目にあなたの夢が叶って1,000万なり私のような億のお金が取れるようにできると自分を信じる。 自分への愛は信じることまず自分を信じてくださいそして愛は忍耐自分に忍耐で付き合ってくださいね1年目でできなかったからもうこんなのダメ私は人間失格じゃないんです1年目でやめたあなたはやっと現実に目覚めておめでとうございます今までのあなたの考え甘かったよねっていうことで1年目でやっとスタートラインに立ったそっから 頑張るあなたを私も応援します、まあ、これがマネム法大学 OJT で私はこうやって皆さんに1年目で大体8割の人が現実に直面してドーンと落ち込んじゃうんですけどもそれでいいんです。夢をを見見るるのは大大事事だけど現実を見ることも大事,大事なことはそこからあなたがどうするかあなたは自分自身を信じてそこで前に進むことにするのか。 そこでギブアップをしてやめるかそこだけですいいですね愛は信じること愛は忍耐ですそれを伝えたかったじゃあまた明日失礼します